皆さんこんにちは私は伊藤塾司法書士試験科講師の関信俊と申しますよろしくお願いいたします、えー、こちらはですね司法書士過去問向上委員会2023第7話監査する側なのか監査される側なのかはしっかり区別しましょうの回ということになりますはいということで えー、今回はですね科目的には商法ですね、まあ、会社法ですけれども、はいえー、こちらの問題を取り扱いますで、えー、ちょっと短めの問題なので、えー、っと今回は3問ですね3足ですかね、えー、を検討してみたいというふうに思います。はいそれでは早速なんですけれどもまず1問目1足目ですかねはこちらになります。はい えー、本日のゲスト向上過去問丸一なんですけれども、こちらです。えー、商法平成三十年第三十一問の足のあ、えー。伊藤塾の厳選過去問集ですと、えーまあ、会社法商法編の方のナンバー五十ということになります。はい、えー、読みますと、監査役は会計参与設置会社にあっては。 取締役および会計参与の職務の執行を監査するという話ででまあましてで、まあ、あのこの問題出題された時にはですねまあ私としてはですねああすごい優しい。 問題だな優しい足だなっていうふうに思ったんですね。でまあ,あのちゃんと分かってる受験生の方だったら、まあ、同じようにあの思ったんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、ただですね、えー、この問題が出された年に、まあ、受験生の方に、まあ、何人か聞いた時には、まあ、結構迷った的なことを、まあ、おっしゃったので。 うん、まずはここからちょっと始めとこうかなと、まあ、いうふうに思いました。はい、で、えーとまあ、今回はちょっと先にもう答えも言ってしまうってことにしようと思うんですけれども、うんまあ、当然正しいってことですよね。であのどういうふうに考えてほしいのかっていうところをちょっと強調してあの説明したいと思うんですけれども、はいえー、そもそもですね会計産業っていうのは どういうういい立場のの人なのかっていうことですね、まあ、これをまずしっかりと押さえてくださいということになります。で会計参与はですねどういう人かっていうとこちらですね。会計参与は取締役または執行役、まあ、指名委員会と設置会社だったら執行役と、えー、共同して計算書類等の作成。 ですね。作成の方をする期間と。まあ、そういうことになります。で、まあ、あの、計算書類等を作成するっていうこと自体は、まあ、あの、抑えてるとは思うんですけれども、これってどういうことなのかっていうことをもうちょっとはっきり認識してほしいんですね。で、すなわち、これもしですね、はい、会計参与を設置して いない会社だったら、誰が計算書類どう作成するのというと、それは、まあ、取締役ですよね。で、あの、条文上ははっきり書いてないんですけれども、あの、会社は計算書類作成してくださいってなってるんですけれども、あの、それっていうのは、まあ、当然のことながら、 まあ、あの会社の、えー、業務執行行為として計算書類作成してくださいっていう趣旨なのでまた、あ、って、まあ、あの会計参与の条文は、ね、取締役と共同して計算書類作成するって書いてはっきり書いてあるわけですから、まあ、当然といえば当然なんですけれども会計参与設置してない会社だったらあ取締役がですね、えー、計算書類等を作成する。会、まあ、会計産業設置してていいる会社においても、まあ共同して 会計参与と共同して取締役ももちろん計算書類等を作成するんだけれども、まあ、もし協調して言うとしたらですね会計参与を設置していない会社においては、まあ、取締役またはまあ執行役ですかねが単独で、えー、計算書類等を作成すると、まあ、そういうことだよねということなわけですよ。ということはですねはい ま、そもそも会計参与の職務っていうのは、本来取締役が行うべき業務執行の一部を、ま、代わりに、ま、共同してですけれども、ま、代わりに、え会計、え参与が行ってると。取締役が行うべきことを会計参与が行ってると。ま、そういうことですよね <laughs>。えいうことですよ。いいですかね。はい。 で、そうだとすれば、まあ先ほどの問題の話に戻るわけなんですけれども、えー、そもそもですね、計算書類等の作成は取締役が行う事柄ですよと。で、それをもし取締役自身がですね、行ったとしたら、まあこれ当然のことながら、監査役の監査の対象になるわけですよね。で、そうであるところを、会計産業設置会社においては、 まあ、取締役と共同して、まあ、会計参与も、まあ、計算書類等を作成するわけなんですけれども、えー、同じ事柄を取締役が、まあ、単独で行ったら当然監査の対象になると、えー、監査役の監査の対象になるということなわけですから、えー、それを、えー、別途会計参与が行ったとしても、まあ、当然監査の対象となるってことになりますよねっていうこと。 まあ、ここをですね、えー、意識して、えー、まあ、先ほどの問題なんかは答えてほしいと。まあ、そういうことなんですよね。で、ところで、まあ、今回はですね、この会計産業と、まあ、あのー、なんとなく、名前もちょっと似てるし、えー、まあ、いろいろ共通点があったりして、まあ、もしかすると最初、ごっちゃになりやすいのかなと思われる、 会計監査人ですね。えー、これを、まあ、ちょっと比較して押さえていきたいなと思ってまして。で、まあ、あのー、まあ、ある程度勉強が進んでいる人は <laughs> 大丈夫だとは思いますけれども、まあ、最初はですね、まあ、確かに、 会計参与も会計監査人も、まあ、どちらも会計っていう言葉がついておりであとですね、まあ、今回はあんまりあの深入りしないんですけれども、えー、どちらも資格限定があったりして、はいまあ、なんとなく似てるなっていうふうに最初は思うかなというところですよね。 で、だけれども、この会計参与と会計監査人、立場的には全く逆ですからね。まあ、なので、まあ、今回はそこのところをちょっと強調しておきますよと。で、えー、っと、先ほど、まあ、会計参与はすでに確認しましたが、まあ、会計監査人の方ですね。こちらはどうかというと、こうですね。会計監査人というのは、計算書類等の 監査をすすする機関ででよよとということですよね、うん、で会計参与は計算書類等を作成すると、えー、いう機関だったんですが会計監査人は計算書類等を監査する方の機関ですよと。で、えー、っと、まあ、ある程度勉強が進んできたら、まあ、あの、この括弧内の事柄ですね。あのー、これ、 法律の規定というよりは、会社計算規則のところで具体的に規定されている事柄ではあるんですけれども、あの、会計監査人設置会社は、あの、まあ、監査役の設置義務あるなっていうのは皆さんよくご存知だと思うんですけれども、まあ、会計監査人設置会社だったら必ず監査役 が設置されてるわけなんですけれども、で、その場合の監査役ですね。会計監査人設置会社における監査役は、えー、計算書類等を直接監査しないんですね。で、えっ、ー、と、会計監査人を設置しているんだったら、計算書類等を直接監査するのは会計監査人の方ですよと。で、監査役ももちろん会計監査の権限あるんだけれども、えっ、ー、と、 その場合の監査役はですね、あくまで会計監査人の監査の、えー、適正性を監査すると,、ね、<laughs> えと。計算書類等が直接適正かどうかを監査するんじゃなくて、 会計監査人の行った計算書類等の監査が適正なのかえいうのを監査役は監査すると、まあ、いうことになるんですね。まあだから、まああの、言ってみれば、えっ、ー、と、間接的に監査する形になるのが会計監査人設置会社の監査役ですよと。まあそういうことなんですね。はい。で、それを前提にですね、えー、考えるとですね、うん。もしですね、これが、 会計監査人を設置していない監査役設置会社だったとすると、それは、えー、まあ当然のことながらですけど、計算書類等を監査役が直接監査してるわけですよ。ね、えー。会計監査人を設置していない監査役設置会社だったら、監査役自らが計算書類等を直接監査すると、まあ、いうことになるんですね。 で、それを会計監査人設置会社においては、えー、計算書類等を直接監査するのは会計監査人の方ですよということとしているんだから、ま,あ、まさに会計監査人というのは、監査役が行うべき監査の一部を、まあ、代わりに行う機関だと。まあ、そういうことになるわけなんですよね。 はいまあ、先ほどのまあ会計参与の説明と同じような、はいえー、説明の仕方をするとこうなりますよとで、まあ、最後2つ並べてちょっとまとめておきたいと思うんですけれども、はいまあ、会計参与と会計監査人の立場、えー、全然違いますよとでまずもってですね会計参の方は もともと取締役の業務執行にあたる行為、まあ計算書類等の作成ですけれども、これを、えー、まあ会計参与が、まあ代わりに行う。取締役の業務執行の一部を代わりに行う機関だと。まあなので、まあ機関いろいろありますけれども、まあもしグループ分けするとすればですね、えー、会計参与は取締役の側の機関ですよと。 で取締役の側の機関っていうことはですね言い方を変えるとですねこれは監査される側の機関だと。 まあそういうことになるわけなんですよね。まあ本日の、えー、とタイトルのところでね、えー、監査する側なのか、監査される側なのかをしっかり区別してくださいと、えー、いうことを、まあ、タイトルにつけさせていただきましたが、えー、会計参与っていうのは取締役側の機関であり、えー、かつ、まあ、監査される側の機関なんだと。まあそういうことですよね。で、それに対して、会計監査人の方は、 えー、監査役の監査の一部を代わりに行う機関ということですから、まあ、会計監査人の方が、まあ、あのね、監査役が解任できたりとかっていうのがあるので、えー、まあ、ここは、あの、皆さんよく認識されてるとは思うんですけれども、えー、まあ、監査役の側の機関ですよと。で、すなわち、監査する側なのか、監査される側なのかって言ったら、それは監査する側ですよね、っていうことですね。で、だから、 まあ、会計監査人が、まあ、会計参与を監査するうそういう、まあ、関係にあると。まあ、いうことですね。場合によってはですけれども。はい。で、あの、あとは、まあ、あの、監査する側、される側っていうところが一番重要ではあるんだけれども、イメージとしてですね、あの、取締役側の機関なのか、監査役側の機関なのかっていうのも、まあ、結構重要かと思ってます。 で、まあ、それを前提に、本日のゲスト向上過去問の二問目の方ですね、行ってみたいと思うんですけれども、はい、えー、本日のゲスト向上過去問。二問目はこちらになります。えー、商法を平成二十四年第三十一問の足のをですね、えー。伊藤塾の厳選過去問集です。と、えー、会社法・商法編の方のナンバー三十七の問題ということになります。 はいえー、読みますと監査役会設置会社においては取締役は会計参与の選任に関する議案を株主総会に提出するには監査役会の同意を得なければならないという足なんですけれども、はいえー、こちらどうでしょうかと。はい、で、まあ、あの今までの。 話がもししっかり頭に入っている方だったらですね、まあ、こういう問題文見たらですね違和感を感をじて欲しいんですよねで会計参与っていうのは先ほど強調しました通り取締役の側の側関なんですよねでこの取締役の側の機関である会計参与の専任の際に。 えー、監査役会が関与すると、監査役会の同意が要求されるなんてことはあんのかな、と、まあ、いうことですよね。この組み合わせがなんかおかしいなと、と、えー、違和感を感じてほしいわけなんですよね。で、まあ、当然のことながら答えは、まあ、誤りですよ、と、まあ、いうことになります。あのー、まあ、むしろ監査役会は、 まあ、その選ばれた会計参与の職務執行については監査するわけだけれども、そもそも誰が会計参与になるかっていうところに、監査する側が、あの、関与する。 っていう必要性はないですよね。なんかその辺も、なんか厳密にチェックしてるのかなってね。あの場合によってはそう考えちゃうっていうこともあるのかもしれないんですけれども、あの、まあ、誰がなるかっていうのは別に取締役の側のグループで決めていただければよく、はい。で、えー、っと、まあ、あの、まあ、その選ばれた人が、まあ、ちゃんと職務を行ってるかなって。 ってことははそれは監監査査役の側で監査しますよと、まあそういう話なわけですよね。であのー、この足なんですけれどもじゃあ会計監査人だったらどうかっていうとですねこれ会計参与ってなってるところが会計監査人だったらどうかっていうとこれはあのー、以前はですねはい。 あのー、これ、会計参与を会計監査人に変えると、まあ、この通りっていうか、まあ、正しい足になるような、そういう規定になってた時期もあったんですね。まあ、だから、まあ、こういう問題を出してるっていうことだとは思うんですけれども、今現在は変わってましてですね、あの、もっとですね、はい、直接的な関与になってるんですよね。で、ちなみに、会計監査人の場合だったらどうかと言いますと、 はい、えー。株主総会に提出する会計監査人の選会人及び不採人に関する議案ですね。えー、この内容については、まあ、そもそも取締役が定めるのではないってことになっていて、はいえー、そもそも議案の内容自体を監査役が決定すると、まあ、いうこととされております。あの、先ほどの、まあ、会計参与の話は、 ですねまあ、取締役、まあ、取締役会設置会社だったら取締役会ですかね、が定めた上で、えで、ー、まあ、それに、まあ、監査役の関与いりますかというと、まあ、監査役の関与、まあ、いらないんですけれども、という話だったんですけれども、これ会計監査人の選任に関する議案はです、ねあの、取締役じゃなくて、監査役がそもそも決めると、まあ、いうこととされております。 まあなので、まあ、ここ、まあ、非常に特徴的なところでもありますので、はい、まずはしっかり押さえてくださいと、まあ、いうことになりますね。うんまああのえー、と先ほども言いましたが、以前は取締役が定めた上で監査役が同意だったのを一歩進めてですね、もう最初から監査役が定めるということにしようという規定に現在はなってますよと、まあ、そういうことですね。 で、あと、まあ、括弧の中ですけれども、えっ、ー、と、監査役会設置会社の場合は、えっ、ー、と、監査役会決議ですね。えー、これにより定めると、まあ、いうこととされています。で、あと、まあ、会計監査人についてはですね、まあ、あの、もうこの、 文章に盛り込んじゃったんですけれども、まあ、専任だけじゃなくて、解任も含みますし、あと、不採任っていうのが入ってますよね。で、ここを特徴的で、まあ、あの、想像できるかと思うんですけれども、会計監査人についてはね、あの、再任みなしの規定がありますから。まあ、むしろ、原則は再任みなしだと考えた場合には、ですね、えー、と、再任しないっていう議案自体が。 はい。まあ結構重要だと。えー、まあ解任と、まあ近いような、あの、扱いで、うん。あのー、それについてもですね、えー、監査役、あるいは監査役会が定めてくださいと。まあそういうこととされてるんですよね。はい。で、あとですね、あのー、まあそういうわけで、 えっと、先ほどの問題文、会計参与じゃなくて会計監査人に変えれば正しい足かっていうと、そうじゃなくて、もっとですね、監査役の関与の仕方が直接的になってますよ、と、えー、いうことなんですけれども、あのー、先ほどの問題文と同じようになるものもありまして、で、それはですね、監査役の専任なんですよね。で、株主総会に提出する、 まあ、監査薬の選任に関する議案については、えー、と監査薬の同意、まあ、監査薬会設置会社においては、監査薬会の同意ですね、えー、これを得なければならないとなってますので、まあ、先ほどの問題文、会計参与のところを監査薬に変えると、まあ、正しい足になるかなというふうに思います。であとですね、まあ、あのの監査薬の同意っていうことについては、はいあそうそう、監査薬は、 えっと、専任だけで解任は含まないんですけどね。で、えー、っと、監査役が、えー、っと、複数いる場合、まあ、その過半数と、まあ、いうこととされてますので、えー、それも合わせて押さえておいてください。はい。で、さらに、えー、っとですね、会計監査人絡みで、えー、っと、取締役が定めるんだけれども、別途監査役の同意が必要っていうのも実はありまして、はい。 で、それがですね、まあ、こちらですかね。あの、報酬等ですね、えー。会計監査人の報酬等を定める場合にはですね、えっ、ー、と、定めるのは取締役なんだけれども、まあ、先ほどの問題文と同じような感じで、まあ、監査役の同意、 または、まあ、関西薬会設置会社においては関西薬会の同意ですかね、えー、でまあ,あの複数いる場合はその過半数っていうのは同じですけれどもまあこれが必要と、まあ、いうこととされてますまあなので、うん、まああのここまで抑えてなければいけないという意味で出してるわけじゃないんですけれどもまあこの丸3はですね えま,あまさにまあ会計監査人に関することを決めるときにはやっぱり監査役の関与が認められてるんだなということですよね。で会計参与の方は監査役は関与しないんですけれどもやっぱり会計監査人について何か定めるっていう時にはまあ監査役の同意が必要だったりということがあってああやっぱりこれ会計監査人は監査役のグループの方だからな。 ねえー、監査役の側の機関だからなということですかね、えー、の表れだと、まあ、いうふうに思ってください、まあ、逆にそれをまたがってなんか会計参与に関する事柄に監査役が関与するとかって言ったら違和感を感じてほしい、まあ、そういうことなんですよね。はい、で本日3問目、はい、これが最後ですけれども、えー、ゲスト向上過去丸3なんですけれども、えー、こちらになります。 えー、商法令和2年第30問の足の位、えー、伊藤塾の源泉革問集ですと会社法商法のナンバー41の問題です、えー。読みますと「監査役会設置会社の会計監査人はその職務を行うにあたってはその会社の使用人を使用することができる」。 という足なんですね。で、まあ、あの、一番最初の監査役会設置会社っていうところは、全く意味がないと思うんで、監査役会設置会社か否かは全く関係ないんで、まあ、ちょっとこの問題の、まあ、えっ、ー、と、他の足との関係で、監査役会設置会社というのがついちゃってるってことだと思うんですけれども、はい。えっ、ー、と、会計監査人がですね、会社の使用に使用していいかってことなんですけれども、どうですかでなんとなく、 なんかいいような気がしちゃうかなと思うんですけれども、これは、まあ、誤りということになりますよね。うん。で、まあ、この問題を特に当たってもですね、その会社の使用人っていうのが、どういう人なのかっていうことを、やっぱり考えてほしいんですよね。うん。で、当該会社の使用人ってどういう人かっていうと、こういう人ですよね。 はい。すなわち、会社の使用人ってことは、当該会社の代表取締役の指揮命令系統下にあるものだと。まあ、そういうことになりますよね。いいですかね。まあ、あの、えっ、ー、と、指名委員会等設置会社だったら代表執行役かもしれないですけれども、はい。 で、うん、まあ、業務執行を行うトップが代表取締役であり、まあ、その指揮命令系統下にある人が会社の使用人なわけですよ。で、だとするとですね、はい。まあ、監査する側である会計監査人が、えー、今、あの、監査しようとし,しているときに、 監査される側じゃないですか、代表取締役って。ね。で、この監査される側である代表取締役の指揮命令系統下にあるものを、まあ、あの、先ほどの問題文にはないかったし、まあ、条文で表現されてるわけじゃないんですけれども、あのー、会計監査人が、ええー、まあ、使用することができないものの規定あるんですけれども、あれ、補助者っていうふうに、ええー、呼ばれてるんですね。 で、まあ、あの、使用するだとなかなかピンとこないかもしれないですけど、補助者として使っていいですかと言われると、まあ、よりはっきりするかなというふうに思います。で、あの、その監査される側である代表取締役の指揮命令系統下にあるものを会計監査人か補助者として使ったら、それ監査の実効性大丈夫なのっていうことになりそうですよね。 うん。で、えー、まあだから、まあ、先ほどの問題ですね。えー、それに対応する条文があるんですけれども、えー、会社の使用人を補助者として使ってはダメですよと、と、まあ、いう規定が設けられてるんですよね。で、まあ、会社の使用人っていうのはですね、むしろ監査される側の立場なので、そうするとですね、 はい。あの、会計監査人の側の人間として、まあ、補助者という形で、ええー、まあ、関与するのではなくて、むしろ会計監査人からですね、補助者、あごめんなさい、えっ、ー、と、会社の使用人ですね、に対して、ええー、会計について報告しろと、まあ、いうふうに要求されたら、これに応じなければならない。まあ、そういう、その監査される側の立場、 なんですよと、会社の使用人はですね。はい。で、これは、まあ、言ってみれば、取締役の側と同じ立場だと、まあ、うことになります。で、まあ、なんとなく <laughs> ですね、はい。あの、会計監査人に使用されるっていうことと、それから、なんか、報告しろって言われたときに、それに応じなければならないっていうのが、なんとなく、なんか、 同じことのように聞こえてしまうと、まあいうことはあるとは思うんですね。で、だけれども、まあまさに今回のタイトルにありましたように、まあやっぱり、監査する側としてお手伝いするというのと、監査される側として報告をしなければいけないっていうのは、やっぱ全然立場としては違うわけじゃないですか。なので、まあそこのところはですね、 まああのな結局やってること同じじゃないのっていうふうには思わないでですねあやっぱり立場違うな立場が逆だなと、まあ、いうふうにこう認識イメージできるようにしていただければなというふうに思っておりますはいえっ、ー、とそれではですね今回は以上で終了いたしますまた次回を楽しみにしておいてください